はい、本日はですね、ナンガのホワイトレーベルを紹介していきたいなというふうに思います。いよいよですね、ナンガの最強ダウンジャケットを購入したということで、僕が持ってるダウンジャケットの中で一番最強のダウンジャケットをとうとう購入してしまったんですね。で、ナンガといえばですね、以前僕紹介してたですね、こちらのダウンジャケットもあるんですよね。これ確かに紹介しとったなっていうことで、これ今回紹介するのはナンガのホワイトレーベルという、ブランドというか、まあそういうところから出てるやつになってるんですよ。まあそれが一番僕が持ってる中で最強。もう今までバルトロ紹介してきたりとか、まあ、ノースフェイスもパタゴニアもまあモンベルもそうやけど、いろいろ紹介してきた中で一番最強なのどれって言われたらこれなんですよ。で、まあ前から分かってはいてたけど、ようやく購入したっていうことで、まあ男性の方とかやったらやっぱ最強のものを求めるので好きやと思うんですよね。で、やっぱりこうどんなものでも最強、例えば車とかでも最強のやつはこれやんなとか、服やったらこれやんなみたいな感じで好きやと思いますし、あんまピンとこうへんという方はですね、まあ質問を変えると、綺麗な女性は好きですかと、髪の毛の長い綺麗な女性は好きですかって言ったら、大体の皆さんが好きですって言うと思うんですよね。ほんならじゃあ女性から見た時、強い男は好きですかと、ほんならキュンってなると思うんですよ。ってなってくると、これがですね、ちょっと値段は高いんですけども、9万円ぐらいするんですね。9万円を払うだけでキュンとさせれる、最強の男になれることができるということになってますので、これが、まあ、9万円が高いと思うか安いと思うかは人それぞれになってはおりますが、これの動画を見終わった頃にはですね、9万円欲しいってなるかもしれませんし、まあ僕は別にこのナンガのホワイトレーベルから案件もらってるわけでも何でもないので、買ってもらっても買ってもらわなくてもどっちでもいいんですけども、この後ですね、特徴とかを紹介していきたいなというふうには思うんですが、まあそれぐらい最強の、まあ、ダウンジャケットになってるんじゃないかなと思います。まあ今日の流れとしてはいつも通りですね、まず形をこうパッと見ていってもらって、まあ、今回購入したのはオレンジを購入してるんですけども、他にもね、ブラックとかシンプルな色とかも全然あったりするので、まあ、僕はあえてこのオレンジを購入したっていうだけなんで、派手な色ちょっと微妙やなと思ってる方なんかは、そういうちょっとシンプルな色を選ばれたらいいとは思うんですけど、まあそういった、形をまず見ていって、その次に特徴、これナンガのこのオーロラダウンジャケットからだいぶグレードアップしてるんですよね。で、まあそのところのまあ話をバーッとしていって、その次にデメリットですよね。まあここがなんと言いながらもちょっと微妙かなと思いますと、で最後におすすめの人という順番でいきたいなと思います。まあサイズもね、最後は見てもらおうかなとは思うんですが、まあそんな順番でいこうかなと思います。まずは形から見ていきましょうか。まあこれ形がですね、今回フードなしのタイプを購入はしてるんですけども、もちろんフードありもあったりだとか、もうちょっとなんていうんですかね、インナーダウンっぽい形もあったりとかしてて、このナンガのホワイトレーベル自体でも5個か6個ぐらい形はあるんですよね。でそのうち僕はスタンドカラーの、まあ、なんていうんですかね、ヌプシみたいな感じの形を今回は購入したんですよね。でまあそれは僕個人的に持ってるアウターというかダウンジャケットがもうなんていうんですか、フード付きのやつばっかりなんですよ。だからもうフード付きのやつはもういらんでと思って、まあ、今回このスタンドカラータイプを購入はしたんですけど、まず形を見ていきましょうか。まあ、パッて形見ていってもらったらですね、まあちょっと一番気になるのが素材ですよね。この生地感というか素材感見てもらいたいと思うんですけど、結構マットな質感で、まあ、最近とかで言うとどっちかというとあんまテカテカしてるダウンジャケットって見ないじゃないですか。一時それこそちょっと前とかやったら、超一流ブランドモンクレールとかタトラスとかからこうギラギラのデュペティカとか、こうギラギラの生地光ってるやつが出てたと思うんですけど、最近は結構マットな質感が多いと思うんですけど、まあ、これもマットな質感になってたりだとか、まあ表のフロントジップがあって、でこれがですね、実は止水ジップになってるんですね。見た目的には普通のジップかなと思いきや止水ジップになってたりだとか、あと両脇のところにポケットがあるので、ここのポケットにはちゃんとジップ付きでポケットがありますよなんて言ってみたりだとか、であれですね、ポケットの中身はちゃんとフリース素材が使われているので、まあ、ここなんかも手がちゃんと当たることを考慮されてたりだとか、そして首元ですね、パッて前を開けていくと首元のところなんかにもちゃんとフリー素材が使われているので、首にこう直に当たっても冷たくないですし、マフラーなんかを巻く必要がないように作られてたり、で内ポケットもありますね。内ポケットはこれジップがついてて、まあ、サイズ的にはちょうどそうですね、財布が入るぐらいの内ポケットがあって、その下にはメッシュのポケットなんかもありますね。それが両サイドにあるので、ポケットの数でいうとまず表の両脇が2つと、ジップを開けたところのポケットが2つで、計4箇所かなポケットがあるということで、それ以外はね結構シンプルな作りになってるので、まあ至って普通のダウンジャケットかなと思うんですけど、あとあれですね、ちょっと言い忘れてました、ベンチレーションもあったりするので、この辺は結構変わってますよね。ベンチレーションがあったりだとかっていうことで、まあこれベンチレーションはご存知の方も多いと思うんですけど、ジップを開けると中から脇毛が出てくるわけじゃなくて、しっかり熱を逃がしてくれるような仕様になってるというところも、これも特徴かなと思います。はい、というのがまあざっくりした形になってるんですけど、特徴を今から見ていきたいなと思います。特徴がですね、まずこのナンガのホワイトレーベルで何が一番すごいのと、
何が特徴的なんというとですね、この今下に出てると思うんですけど、何かというとこの中に入ってるダウンの質なんですね。もうダウンの質がもう僕が持ってる中でもトップオブトップなんですよ。でそれが数値が高いっていうのももちろんそうなんですよね。こう940ヒルパワーってここに書いてると思うんですよ。 940fp って書いてると思うんですけど、940ヒルパワーのダウンジャケットなんかほぼほぼこのように存在してないんですよね。でそれこそ今まで僕が持ってるのって言ったら、ノースフェイスのヒマラヤンパーカーっていう、まあ、すっごいモコモコのいかにもあったかそうな登山の山頂で使うように作られたダウンジャケットですら900フィルパワーなんですよ。それを上回るフィルパワーになってて、ただそれだけじゃないんですよね。これ何がすごいかというと、まあ言ったら焼肉でいうところの松坂牛の A5 ランクですよと。もう最高級のうちでは使ってますっていうところはもちろんすごいんですけども、それ以上にすごいのがさらにこれ 200g 入ってるんですよね。これ何がすごいのかっていうと、まあ、ちょっと高い料理屋行って松坂牛A5出ますよと。で A5 出てきたのはいいけども、結局そんなに量ないんですよね。あのコースとかになってて、いや松坂牛出す A5 出すって言ってるけども、めちゃくちゃちょっとしか量ないやん、これじゃ俺お腹いっぱい満たされへんでっていうのあると思うんですけど、これに関しては普通のダウンジャケットでだいたい 100g とか 150g ダウンが掘り込められてるんですよ。それでもですね、結構まあ量としては普通なんですよね。だいたい1匹の水鳥から取れる量って5g とか 10g とかって言われるので、水鳥が10何匹とか20匹ぐらい必要にはなってくるんですけども、その普通のダウンジャケットよりも高品質な綿を入れてるのに綿の量も多いんですよね。もうそれがまあ特徴的なところであって、まあもう一個ちょっと言いたいところっていうのはですね、何かっていうとこの産地なんですよね。まあ、ちょっとこれマニアックな話になってくるんですけど、この綿が取れた産地っていうのがですね、ハンガリーっていう国から取れたんですよね。でハンガリーっていう国から取れた940フィルパワーのダウンを 200g 掘り込んでるって、これもう分かりやすく言ったら、あの高校野球でいうとこの大阪桐蔭みたいなもんなんですよね。もう最強高校野球の中でも、もう最強のやつらが集まってるうちのもうプロ注目の、まあ、根尾君とか藤原君みたいな、もうあくまでちょっと桁がちゃうでっていうレベルの、まあ、ダウンジャケットっていうのは分かりやすいかなと思うんですけど、野球好きじゃない方からしたらもうちんぷんかんぷんやと思うのでちょっとさっといきますね。まあ、それぐらいすごいダウンを掘り込まれてるっていうのがもう何よりのこれが特徴なんですよね。でこれはもうナンガのホワイトレーベルからも発表されてるんですけど、最強のマチギダウンジャケットっていうコンセプトでできてるので、もう綿からして申し分ないというか、その他に競合他社がいてないんですよ。ここまでの綿を使っちゃうと、まあ、そういった綿が使われてるっていうのがまあ一つ目の特徴ですよね。だから分かりやすく言うと大阪桐蔭のネオ君とか藤原君級のクラスの綿が使われているということになっております。そして次の特徴としてはですね、こう素材がちょっとマットってさっき言ったじゃないですか。これがまあ特徴的になってるんですけど、ナンガって確かにダウンの質はこだわってるよねと。もともとが羽毛布団の会社やから、布団の質やから、まあ、質はいいよと、ダウンの質はいいよ、ただちょっとデザインがねとか、ただちょっと生地感がねって思われてる方も結構いらっしゃると思うんですよね。でそれこそ僕も結構個人的には思ってたんですが、ちょっとまあこうやって綿はいいよと、でちゃんとした質も使ってるのももちろんわかるよと、ただちょっとこのシルエットであったりとか生地感がちょっとねっていう方も中にはいらっしゃると思うんですけど、これに関してはですね、今年から初めてらしいんですね。このマット素材を使ってるらしいんですけど、今まではナンガのホワイトレレベルですら2019年モデル以降の前のやつっていうのはテカテカの生地を採用されてたらしいんですけど、まあ、テカテカという表現が合ってるか知らないけど、光沢のあるね生地が使われてるらしいんですけど、もう最近っていうか今年からはこのマットな素材が使われてるっていうところも特徴なんですよね。で、まあ、これはただ単にマットがいいっすよねっていうだけの話じゃなくて、これ生地もアップグレードされてるんですよ。で、まあ、これをまあどういう風なことっていうと、まあ、生地がね伸びるんですよね。ストレッチ性がある生地を採用されてるっていうことになってて、他のナンガのやつに関してはそういったストレッチ性とかはないんですよ。でこれがね、まあ、覚えてはる方もいらっしゃるかもしれんけども、オーロラテックスっていう名前なんですよね。で、まあ、この名前は別に覚えてもいいんですけど、オーロラテックスっていう名前を使ってますと。でこっちはじゃあ何を使ってるのって言ったら、オーロラテックスライトっていうのを使ってるんですよ。要はライトっていう名前がついてたら、あちょっと軽量級なんかな、ちょっとこう質下げたんかなって思うんですけど、なんかこれナンガの場合はこれ逆なんですよね。そっちなんかいっていうことなんですけど、ライトってついた方が上がるんですよ。でこれに関しても質は上がってるんですよね。でこっちの方がより防水とか防風の生地もあるプラスアルファ動きやすく、ストレッチが入った素材が使われてて、なおかつ質感としてもマットな質感が使われているということになっているので、まあ、この辺もアップグレードされたところじゃないかなというふうに思います。まあ、なのでさっきの例から引き継ぎでいうところのやっぱり中身は藤原くんとかネオくんだったよと、大阪桐蔭時代だったよと。でも今はこの外に関してはもうロッテの藤原くん見てください。しっかりホームランも打ってるし、なんやったらもうレギュラーになるんちゃうかっていうぐらいの勢いになってますよね。それぐらい高校時代とは違うよと、今はもうプロになってるんだよっていうのがこの外の質感ですよね。高校時代の俺と思われ
われたら困る。今はプロとしてやってるから、ちょっと外側もしっかり違ってるんだよっていうところが、まあ特徴になってるかなと思います。そして次の特徴がですね、モコモコやけども動きやすいんですね。でこれは何でかっていうと、さっき言ったみたいに生地がストレッチ効いてるっていうのはもちろんそうなんですよ。でそれ以外にはですね、まあ、最初の方言ったみたいに 200g もダウンを膨らんで入れてるって言ってたから、普通のダウンジャケットよりダウンが多いっていうのは分かるじゃないですか。でダウンが多いってことは、要は雪だるまみたいになってちょっと動きにくいとか、ちょっとこうなんていうか、じっとしてるんやったらいいけど、なんかちょっとこう運動するとか、運動はまああれとしても、まあ、普通に日常的にちょっと動きづらいんちゃうかって思うことはあると思うんですけど、これに関してはですね、生地をめちゃくちゃ薄く作ってるんですね。で方法、それはどういうことなんかというとですね、このナンガの方の半分以下の生地の薄さになってるんですよ。そやから綿は増えてるんですけども、周りに包まれてる生地は薄くなってるおかげでしなやかに動いたり、まあ、そんな動いてることの妨げにならないっていうような作りになってるっていうところも特徴やと思うので、まあ、これはですね、まあ、筋肉でいうところの脂肪がなくなってきた感じですよね。筋肉だけになってきて研ぎ澄まされてるんですよね。まあ、また藤原君の話になりますけど、見たら分かりますよね、この腕の筋肉ムキムキになって、大阪桐蔭時代からムキムキやったけど もう今はもう一段階こうムキムキになってるという、ちょっと藤原君の話ばっかりになってるので、ちょっと話は戻したいなと思うんですけど、そうやって動きやすく設計されてると、ダウンがただ単に多いだけじゃなくて、ちゃんと動きやすさも担保してるというところが特徴かなと思います。そして次がですね、これコンセプトにあったみたいに、最強の街着ダウンジャケットって言ってるぐらいから、街で着るようで考えられてるんですね。ただ街で着るに関しては940フィルパワーって考えると、ちょっとオーバースペックちゃいますかと、ちょっとこれ暑いんちゃいますのっていう感じはちょっとあると思うんですけども、そういうとこも考えられて、極力シンプルに街着で合わせやすいように作られてて、まあ、これはオレンジでちょっと消防士ジャケットみたいになってるけども、まあ、黒とか選べばシンプルな感じになってて、街で合わせやすい感じになってるんですけども、ちょっと暑くなってきた、電車乗ってて暑くなってきたなんて思った時は、このベンチレーション開けてあげれば体温調節を着た状態でできるし、それ以外にもちょっと歩いてたりとかして暑くなったりしたら、これを開けてあげたり、ちょっと寒くなってきたなと思ったらピュッて閉めてあげるだけで、だいぶ温度っていうのは調節できて、いや脇ちょっと開けるぐらいでそんな変わると思うと思うんですけど、まあ、それこそ皆さん試していただきたいのがですね、まあ、僕嫁とかたまに触ったりするんですけど、ダウンジャケットとか着てたりとかして、脇のところにピュッて持ってあげるんですよ。まあ僕の場合はその歩く補助として持ってあげるんですよね。疲れたって言ってる時に脇ピュッて持ってあげるんですけど、まあ、その脇を持ってあげたらですね、脇の部分ってめっちゃあったかいんですよね。やっぱそこって熱こもるんですよ。ってなったら、そこをヒュッて解放してあげるだけで熱がだいぶ逃げてくるし、この腕とかはね、触ってもダウンの上から触ってもそんな熱くないけど、脇のとこピュッて触ったらもうめっちゃ熱い感じになってるんですよ。ってことは、こんだけ熱がここに溜まりやすいから、この熱を逃がしてあげると快適に過ごせるということのようですね。まあこれはダウンジャケットでベンチレーションついてるのって、やっぱりある程度の値段するやつ以上じゃないとついてないんですよね。それこそ僕持ってる中で言ったら、水沢ダウンって言って10万円、11万円ぐらいするやつのダウンジャケットにはベンチレーションついてるし、このナンガのホワイトレーブルも9万円ぐらいするやつは、まあ、ベンチレーションがついてるんですけど、まあ、別にベンチレーションがついてるから高いというわけではないんですけど、まあ、街で着ることがいかにも想定されてますよね。こう着た状態で体温調節ができるようになってるっていうのも、このナンガのホワイトレーブルの特徴なんかじゃないかなというふうに思います。というところで、まあ、今のが特徴やと思うんですけど、まあ、これ聞いてもらったら、最強のダウンジャケットっていうのがなんとなく分かると思うんですよ。あ、確かになんかすごいなみたいな、めちゃくちゃこだわってる割には結構シンプルに作られてるから着やすいんやろうなっていう感じはすると思うんですけど、じゃあデメリットは何なのか。これはですね、いろいろ僕はずっと考えてるんですね。で考えてる上でないんですよね、今のところは。で、まあ、使っていけばそれこそあるんかもしれんけど、やっぱ唯一ちょっと気になってる点というか1個あるんですけど、このナンガのね、オーロラダウンジャケットっていうタイプと全く同じなんですけど、このね、袖のベルクロがちょっとね、ちょっと若干チープ感僕はあるんですよね、触ってて。で他のメーカーとかやったらもうちょっと作りがしっかりしてる部分もあったりするので、この辺が全く同じように作られてるんですけど、こっちをね、僕なんかのオーロラダウンジャケット、これを着てて思うのが、このベルクロちょっとチープやなっていつも思いながら使ってるんですよ。でそれを考えると、これはアップデートされてるんかなと思ったりしたら、それは変わってないんですよね。だからこれは人によっては気になるでしょうね。でもまあ人によっては全然気にならんとは思うんですけど、まあ機能的なデメリットは何って言われると、特に僕は今とか思いついてないということになっておりますので、まあ使っていたら気になるんかもしれんけど、まあそんな感じで思ってますね。そしてじゃあおすすめの人はどんな人がおすすめなんかっていうところになってくると思うんですけど、まあそれこそですね、やっぱりこう見た目が結構シンプルやと思うんですよ。それこそ前も
このナンガって入ってるとこ部分だけぐらいしかロゴはないし、後ろには全くロゴがなかったりするので、まあ、結構シンプルな色味になってるとか形になってると思うので、まあ、すっきり着たい方とか本当に街用ですよね、街で着たい方なんかはこれ あのちょっとカーキっぽい色味選んだりとか、あとまあブラック選んだり、あとコヨーテっていうこの色味もあるんですね。こういった色味を選ぶことでよりこう街着っぽく合わせれると思いますし、まあ、僕はねダウンジャケットちょっといっぱいあるんでちょっと違う色味が欲しいなと思ってあえてオレンジにしてるんですけど、よりノースフェイスとかパタゴニアよりは街で着やすいんですよね。それはなんで着やすいのって言ってくると、やっぱりノースフェイスとかパタゴニアって登山でもちろん使われるってことが想定されてるじゃないですか。だからいろんな余計なね機能がいっぱいあるんですよ。街では使わへんような機能がいっぱいこうやってついてるんですけど、そういうのを極力シンプルに削ぎ落としてるんですよね、このダウンジャケットは。だから例えば裾のドローコードとかもこの外にないんですよ。ほなどこにあんのって言ってくると、このポケットの中にドローコードが収納されてるんですよね。そやからこうガチャガチャしてないし、で胸元とかにもなんかいろんなカラビナ刺したりとかするようなところもないし、なんかポケットとかもいっぱいなかったりするので、まあ本当にそういう余計な不必要なものを削ぎ落としてるというような作りになってるので、まあすっきり着たい方なんかにおすすめやと思いますし、あとそれ以外にやったら例えばこれ1着だけのダウンジャケットでこう冬過ごしたい方とか、こういろんなものを着たいっていうよりかは1着で過ごしたい方なんかはですね、まあ、これを持っておけば、まあ、ほんまにシンプルやし、まあ、あの秋が来おへんと思いますし、それこそこう日常で電車で着ること、歩いて着ること、泊まってる時に着ること、全てを想定されて作られているので、まあ、そういった方なんかにはおすすめなんじゃないかなと思います。まあ、あのここではあの全部言い切れてないんですけど、それこそジップとかもですね、すごい最新のジップが採用されてるんですよね。でこれなんかもちょっと言いたいなとかって思ってたんですけど、これ喋り出したらめちゃくちゃこういろいろ伸びてくるので、あのこれはですね次回このナンガ両方とも比較した動画っていうのを作ろうと思ってるので、まあ、その時にちょっとじっくり話そうとは思ってますので、まあ、ほんまにこれはざっとした紹介ぐらいにしかなってないんですけど、まあ、こんなところがホワイトレーベルの紹介かなと思います。まあ、最後はサイズ感に行きたいんですが、サイズがですね、まあ、本来僕であればですね、こちらのナンガのあのスタンダードのタイプのダウンジャケットは L 着てるので、まあ、多分これも L サイズが妥当やと思うんですけど、僕が購入しようと思った時にはですねオレンジの L サイズが完売しとったんですよね。うわこれどうしてもオレンジ欲しいなと思ったんで、ワンサイズ上げて XL で購入はしたんですけども、まあ、本来適用サイズであれば L サイズやと思うんですけど、まあ、そちらのサイズ感を見てもらって終わりにしたいなと思います。まあ、このダウンジャケットはその北海道のセレクトショップとナンガがこう合わさって作られたメーカーになってるので、その北海道まで行って買える人はね全然いいと思うんですけど、なかなか北海道まで行けない方も多いと思いますし、それこそね今ちょっとコロナとかでなかなか行けないっていうのもあったりすると思うので、あのまあネットとかでも買えたりしますし、僕に関してはもう完全ネットで買ってるので、まあ、あのそこは下にリンク貼ってますので、なんかサイズの問い合わせとかもできるらしくて、まあ、僕にサイズ聞かれても全然わからないんで、まあ、そこで聞いてもらったらいいんじゃないかなというふうには思いますということになってますので、本日はですねナンガのホワイトレーベルの、ダウンを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。